ロシアの旗は下ろしてありますね。まあ、日露友好の丘でロシアの旗が下ろされているのはあまり。ドラ、自然大好き、フリーアナウンサーの森井みりんです。今回は長崎県対馬に行ってきました。対馬は朝鮮半島まで約50キロ、大陸に最も近く国防の最前線である対馬には歴史的文化遺産が多く残されています。島の約90%が山地であり、原生林も多く残っていて、雄大な自然も楽しむことができます。最近では対馬が舞台のゲーム「ゴースト・オブ・対馬」によって世界中から注目されている島です。さあ、今日は対馬の北東に突き出た半島にある殿崎国定公園に来ています。日露友好の丘や日露戦争の時にロシア兵が上陸したスポットまであるんです。遠く離れたロシアとの戦争の地にもなった歴史を持つ国境の島、対馬、本当にすごいです。半島の先端までトレッキングをして対馬の自然の恵みを堪能してきました。それでは最後までお楽しみください。トラー、自然大好き、フリーアナウンサーの森海凛です。今回私がやってきたのはこちら、長崎県対馬にある日露友好の丘にやってきました。こちらご覧ください。この大きな石碑がここに置いてありまして、5人の日本人と1人のロシア人がここに描かれています。こちらに説明書きがありますので、ご覧いただければと思います。対馬から世界を変えようということで、これは日露友好の丘、日露というのはおよそ120年前に起きた日露戦争の頃のことを言っています。明治38年5月27日、世界市場に多大なる影響を与えた100年前の日露戦争も、この位置から一望に見渡せる対馬沖が日本の命運をかけた日本海対馬沖海戦、対馬ワーの激戦地であり、司馬遼太郎原作「坂の上の雲」最終章の海域である。この地の人はこれを「この間の戦争」という。私たち対馬歴史検証事業推進委員会は、国家観を持つ平和教育と地域の活性化などに役立てるため、先人たちが残した日本人としての誇りと礼節と想起をもって、真の世界平和と友好を祈念し、この対馬から日本を、さらには世界を変えたいとの思いで、この事業を推進してまいりました。この日が建立されたこの地は、対馬ワーの激戦後、バルチック艦隊モノマフ号の将兵143名が漂着し、空腹で飢え、水を欲し、寒さに震えた将兵たちを、地元西泊区の人々は民家に分宿させ、炊き込みをし、風呂を沸かし、衣服を与え、医者の手当を受けさせたりと、誰もが彼らを手厚く看護したのです。全員の体調が戻ってから対馬を離れるとき、介護した農業民も、元気になったロシア兵士たちも涙して、その別れを惜しんだのでした。今を生きる私たちは、これからの日本国を担う青少年に、この100年目という節目を確認させておくためにも、真の日本人だけが持つ品性が資本であるという教えを世に問う良い機会になればと思うのです。ここに建立されたこの日本一の巨大レリーフのシーンは、バルチック艦隊司令長官ロジェストウェンスキー提督が対馬沖にて重傷を負い、佐世保の海軍病院に入院中の明治38年6月3日午後3時、日本連合艦隊司令長官東郷平八郎提督は定住にこれを見舞ったのです。敵将の思いがけぬ温かい情けに感激したロジェストウェンスキー提督は、重傷の身を起こして深く深く感謝の意を述べられたのです。胸いっぱいの感慨を込めて、握る手と手、見合わす顔と顔、誠に息詰まるようなこの感動と友好の場面を、ここに記念建立をするにあたり、100年前、地元住民とロシア兵との友情が芽生えた歴史的背景からして、この現地殿崎が地球上のいずこよりも人間愛を語る上で一番ふさわしい選択の地だったのです。そこで次なる100周年に向けて、対馬から世界の平和と友好を祈念する情報発信地として、
この地を今後日露友好の丘と命名するとのことです。ということで、ここはこの日本人とロシア人が戦争していましたが、友好を象徴するようなシーンが歴史的にあったということで、ここにこの石碑が建てられたようです。では他にも石碑があるので行ってみたいと思います。続いてはこちら、やってきました、恩海義峡とあります。恵みの海義和高氏と書いてあります。戦争は大勝利を博することができた。それは偉大なる海の力である。その山のように高く重い海の恩と人類愛を忘れてはならない。それが人としての当然の道であると書いてあります。恵みの海義和高氏は、戦争で死の海となった対馬の海が恩愛の海となった、対馬の人たちの義は気高いものだという意味を表しています。そしてこちらにも石碑があります。日本海海戦記念碑。明治38年、1905年、今からおよそ120年前、5月27日から翌28日、祖国の荒廃をかけ、この対馬沖で繰り広げられた日本海海戦を記念し、地区住人により建立された。この海戦の際、撃沈されたロシア・バルチック艦隊のウラジミル・モノマフ号の水兵143名は4隻のボートに分乗し、この地に上陸した。戦況を見守る傍ら、農作業をしていた農夫は、命からがら逃げ延びてきたこの水兵たちを水の湧き出す泉へ案内し、夜は西泊まりの民家へ分宿させるなど手厚くもてなした。大事の恵みの海義和高氏は、この話を聞き心を動かされた東郷平八郎連合艦隊司令長官の書によるものである。今まで敵だった言葉も通じない外国人、しかも143名をもてなす対馬の方の心の優しさを感じます。日露戦争の時、日本はロシアに攻撃をして勝利を収めて、でロシアが負けて、でロシアの兵士たちがその後ここに漂流、到着をして、ここの対馬の住民がそのロシア兵を手厚くもてなしたというお話ですね。そしてこれがこの記念碑です。はい、そして後ろに日本の旗、そしてロシアの旗があります。ロシアの旗は下ろしてありますね。日露友好の丘でロシアの旗が下ろされているのは、あまり今はちょっと友好な状態ではないっていうことを意味しているのかなと、ちょっと想像ができますね。でここにも石碑があるので見てみましょう。日露慰霊の碑とあります。2005年5月27日、ロシア政府建立です。こちらご覧いただくと分かる通り、これはロシア語だと思います。なので日露戦争で亡くなったロシアの兵士たちの名前が刻まれていると思います。あとこちら一番右に日本人の名前も刻まれています。これは同じく日露戦争で亡くなった日本の兵士の方々だと思いますね。もうここからこの橋までロシア兵の名前が刻まれているんです。でこの一列、最後の右側の一列だけ日本人の亡くなった兵士たちの名前が刻まれています。こんなにも日露戦争で亡くなった兵士の数に差があるなんてちょっと驚きです。なので大勝利っていうふうに石碑にも書いてあったんですが、その大勝利と表現される通り、もう
かなりの差をつけて勝利を収めた戦争だったんだなっていうことがこれからも伺えます。またこれをロシア政府が建てたっていうのも驚きですよね。ここに2005年なのでおよそ、15年以上前にロシア人がここに来てこれを建てたって考えると、あ、なんかそんなことがここでできるんだなっていう感じがします。はい、ここは対馬の北部に位置しているちょこんと北東に突き出した半島です。半島でいいのかな。右も左も前も海が広がっています。今日はちょっと空が曇っているんですが、とても気持ちいい風が吹いていてとてもいい景色です。はい、ということで今回は日露友好の丘をお送りしました。では次のスポットに行ってみたいと思います。続いては日露友好の丘から半島の先に続くトレッキングコースを歩いていきたいと思います。そしてここ早速ですが、この野いちごを発見しました。ちょっと食べてみたいと思います。今ここで摘みました。こちらです。はい、これ中に虫とかが入っていないかどうか確認をしてから食べます。大丈夫そうな気がします。いただきます。甘い、美味しい。美味しい。いちごとなんかぶどうと甘いグレープフルーツとかオレンジを足した感じです。いただきます。美味しい。甘い。全然酸っぱくないです。美味しい。ヘビイチゴかと思ったんですけど、対馬のインスタグラムを見て野いちごっていうことが分かったので食べてみました。美味しかったです。ではこれから歩いてトレッキングやってきます。野いちごのところから300メートル歩いたところにこちらロシア兵上陸の地がありました。ここはですね、日露戦争120年前の戦争の時に日本に敗れたロシア兵が船でここから上陸してきたというところです。こんなところから来たんですね。ということで記念すべきここにやってきましたので映像を撮りました。タケノコもたくさん生えてます。今ロシア兵上陸の地から先端の方まで歩いてきました。途中の道までは木が生い茂っててジャングルのようで、もう鳥のさえずりもとっても心地よくって歩いてきたんですが、こちらご覧ください。もう海が近くて潮の影響なのか、もう木々の葉っぱが枯れてしまっているんです。もう白い、もう木と幹だけが、枝だけが生えているような状況です。なんだかちょっとこれはこれで面白い光景ですね。夜来たらちょっと不気味だなっていう、なんか白雪姫みたいな感じを私は思い出しました。そして後ろをご覧ください。透明度抜群の対馬の海が広がっています。この見えている岩岩もすごいちょっと怖いですよね。そしてこの先端のところも今にも崖崩れしてしまいそうなところです。でも海はとっても綺麗で浅瀬が続いています。ここではベンチもあって休むこともできます。ではまだ道は続いているので進んでいきたいと思います。皆さんご覧ください。
今トレッキングコースを歩いているんですが、野いちごがたくさんなっているんです。道の両脇にたくさんのいちごがなってます。撮ってみたいと思います。大丈夫かな、虫がたまにいるんです。わわ、よいしょ、あ、大丈夫そう。よし、見てください、6個のいちごを取りました。のいちごの食べ放題、赤い宝石みたいです。じゃあいただきます、一気に本当一気にいただきます。うん、うん、うん、甘い、おいしい、ジューシー、あ、本当においしいです。あ、自然から、自然の恵み、おいしい。あ、すごいジューシーで、これが対馬の生み出したとっても甘い野いちごって感じです。あ、なんかトレッキングで歩いてきたんですけど、その疲れが吹っ飛びます。もうなんか甘みを注入できたんで元気になりました。はい、もうね、さっきの岬の先端のところと違って、こうやって木々が生い茂っているんですよ。で、鳥が鳴いていて、そして竹が生えていて、ツワブキもあって、そして野いちごもあります。もう食べ放題ですね、山菜。もうとーても甘くて美味しかったです。なんかミックスジュースを飲んでるような気持ちになりました。ではまた歩いて行ってきます。こちらゴールに到着しました。イエーイ。はい、ということで対馬沖海戦ロシア兵上陸地、そしてこの読み方ちょっとわからないんですが、キツツキロ殿崎コース、トレッキングコースを行ってきました。ここを 300m 歩くと、この上陸の地があって、道が2本あるんですが、どちらから行ってもどっちからかに帰ってくる、一周できるコースになってます。なのでね、先端の白雪姫のような白い木が葉っぱも生えずにニョキニョキニョキって生えている風景とか、岩場の絶景、海の綺麗さ見たい方はぜひここ参考にしてみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。旅の参考になったなという方や、あ、行った気分になれて楽しかったと思った方は、ぜひ高評価、グッドボタンお願いします。そしてこれからも動画を上げ続けていきます。ぜひチャンネル登録お願いします。はい、では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かったなと思ったら、ぜひ高評価お願いします。今後も動画を投稿し続けますので、ぜひチャンネル登録をして応援お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。どうだー。